はい、ドラクエ4続きやっていきます。前回できなかった最後の鍵を使って入手できるアイテムを取りに行こうと思います。なのでまずは、どこだ、レイクナバ、あ、やばい、行ってないな。レイクナバって、ちょっと待てよ。地図を出して、マップ。レイクナバがどこにあるかと言いますと、イルムも行きたいな。あっちか。だから、あれだね。なんだっけ、ライアンの故郷。故郷というか、バトランド、あの辺。この辺行くには、あ、ちょっと待って、ブランカ、あ、まあブランカから行けるか。そうだね、ブランカからバトランド、いけないか。あ、いけないっぽい。ちょっと行ってないとこがあるから、これきついな。ただそこに、忍び足使うか。違う。口笛使っちゃった。まあ、この辺の敵はもうワンパンだよね、さすがに。んで、意を使えば。はい、オッケー。ちょっとあれよ。トルネコの忍び足を使って、こっちだな。あ、でもちょっと待って。いや、こっちからさ、そうか、いけねえな。あれ、じゃあバトランドとかどうやって行くんだ。やっぱあっちからかな。このメダル王の城、ここから船使って、ここどう。いやー、でもどうだろう、焼けつく息使ってきた。ナイス。まあ、レベルもしっかり上がってきてるんで、スターク戦いけると思ってるんだけど、あれ、でもここ、いや、ここじゃなくない？ちょっと行けるとこから行くか。なので、さっきのコナンベリーとかもあると思うんで、はい、あとハバリア、その辺行こうか。コナンベリー行きます。はい、コナンベリーに最後の鍵使うところがあるっぽいんだけど、これどこだろう。あ、ここだ。あった。これよ。これ。皆殺しの剣。非常に怖い名前の剣だけど、これは、あれ、皆殺しの剣ってルカナンの効果なかったっけ。
まあ、とりあえずミニアに渡しといて、ミニアもルカナンが使えるようになってればかなり強いっていう感じだね。はい、がコナンベリーでした。そしてあとは、はい、あとハバリア、ここにもなんかあるみたいっすね。最後の鍵使うとこなんてあったっけな。あるとしたら、さっきは宿屋の上んとこあったけど、あれ、ここ違うな。また宿屋の上、それはないか。さすがに。んだよね。あれ、牢獄ってなかったっけ、ここ。なんかあったような気もするけど、こっちかな？あ、ここ行けない。あれ、じゃあ、ハバリアで、最後の鍵を使う。ここ？ここか。あ、ここだな。あ、間違いないわ。ここで小さなメダル。ここは、あ、力の種。最後に、小さなメダルと。OK。これが、ハバリアでいけるところだね。あとは、ブランカは行ったよな。あと、ボンモールとか、レイクナバ。あとは、フレノール南の洞窟。あと、イルム。ちょっと、じゃあ、あれかな？滝の流れる洞窟。ここ行くか。滝の流れる洞窟に、はぐれメタルの剣があるらしいんで、あーそこか。メダル王の城からかな。どっちから行けるんだろうな。この南。あ、ここか。ここだ。ザキ使う、ナイス。メラミ、ナイス。ここにはぐれメタルの剣があるっぽいんで、取りに行こう。うわー、完全に滝の流れる洞窟だ。あれ？あれ、行けないぞ？滝の流れる洞窟。乾きの石を使うと先に進める。あー、まだ行けないわ。あー、どっかで手に入れるんじゃないかな。ないよね。あ、そうか。乾きの石。乾きの石。あー、なるほど。ここまだ行けない。まだ行けないけど、サントハイムの、この海辺の村？ここで、海辺の村？ここじゃないか。サランだよね。ここだ、ここだ、ここだ。あった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 。この村で、
昼か。あ、ほんなら、なんか誰もいない。あ、宿屋。一旦ここで朝にして、あ、夜からだったわ。闇のランプ買います。で、夜にして、で、海の中に、あ、ここだ。これ調べれないな。ん？あ、目撃する、あ、これでいいんだ。で、昼にするからもう一回寝る。これで、さっきのところ行くと、この辺？この辺？あ、あった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 。乾きの石、これこれこれ。で、さっきの洞窟に行くと。さあ、ようやく来ました。ここで乾きの石を使いたかった。まあでも心的そんなでもないかな。ああ、まあまあ、でもまあまあ食らう。まあまあ食らうな。ああ、イオラ効きそうだね。オッケーオッケーオッケー。ナイス。おっと、痛恨84ダメージ、なかなか、いい攻撃してくる。で、ここで、乾きの石を使います。そうすると、あ、なるほどね。これで進めると。わ、すごいな。わあ。で、お、時の砂。あ、で、結局最後の鍵がいることになりのか。はぐれメタルの剣が、あ、まだね。じゃあ、はぐれメタルの剣取りに行こう。あー、でもまあまあ強いか。最後の鍵使っていけるところだから。なかなかじゃない？おー、魔法トーンか。めんどくせえ。ナイス、会心。おー、あれ、会心出ても1。毒針は。オッケー。そしてこっちだな。まあまあエンカウントするな。まあでもこいつらだったら大丈夫かな。焼けつく息はめんどくさい。まあ4人目はミネアで行った方がいいかな。メラミで攻撃してもいいけど、対してあれだよね。どっちだろう。宝だ。お、邪神の面。これ呪われてないか。邪神の面、
あー、やっぱ危険な匂いがする。そらそうだよな。ザラキ、ナイス。ザラキクソ強えな。そして、お、宝ある。結構宝あるね。ナイス。そしてレベル上がる。リーベ27レベル。ベホマを覚えた。主人公めちゃくちゃ強えんだよな。お、780ゴールド。さあ、そしてまたこいつらか。ナイス回心。やはり回心率は上がってきてるな。そしてザラキ、さらにはメラミ。ああ、強い。90ダメージ入るか。結構高いね。ああ、こっち外れ。さあ、そしてまたこいつら。いや、会心出るね。マジで強い。アリーナさすがだな。この会心率を見ちゃうと確かに使いたくなる。さあ、そして。いやー、だいぶ入り組んだとこにあるね。いや、また会心出た。そしてザラキー、クソ強え。メラミ。おー、なかなか、やるじゃんな。さあ。あった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 。これだ。よし、はぐれメタルの剣、どのぐらい強いかな。渡す。うわー、強っ。いや、クリフトも攻撃力上がるけど、これはリーベだな。よーし、ドラゴンキラー売れるわ。そしてリレミット。使っちゃいます。そして今回は、あそこだ。あの、鉱山。鉱山に行きます。一旦回復して、ちょっと、道具も整えていこうか。そしてメダル王の城、ここで、またなんかもらえるんじゃない？ 25 枚。オッケー、守りのルビーゲット。お、しかも、25枚でマジカルスカート。30枚になったら天罰の杖。おー。いいじゃん。守りのルビー。いや、守備力上がるんだったら、これミネアにさ、装備させるか。で、あとは？マジカルスカートって何？呪文によるダメージ軽くできる。おう。あ、強っ。あ、これ強いな。いや、これアリーナでしょ。あ、でもこれあれ？あ、いいいいいい。あ、クソ強い。これアリーナ強いな。それから、ルーラで、パバリア戻って、じゃあ行きますかね。もうミネアでいいかなって思ってるけど、それでは行きましょうか。はぐれメタルの剣新たに装備してるんで、これ攻撃力もかなり上がってる。並び替えで、まあこれがベストかな。どこだったっけ。
鉱山ってかなりこっちだったっけ。ここか、ここだよね。さあレッツゴー。みんな倒れてるよ。おい死んでるぞ。おい、あそこ宝を取ってなかったっけ。でここの敵はあれでも、いや全然弱いな。あ全然弱いわ。いやこのパーティーだったらいけると思うけどね。最強夫人でスタークに、道具じゃない、作戦をちょっと呪文使うなに一回しとくか。もうエスターク戦に備えて。ここの敵そんな強くないからね。オッケー。ああいいよ。うん、いいダメージ出てる。あで皆殺しの剣をこれ一回使ってみようか。そうするとルカナンの効果もあると思うので。おお死んでるわ。うわやっぱりなんかおるわ。あこっからか。こっから強いんじゃない。あやっぱこっから強いな。クソ強えなー。待て、あぶな。いや危ないな。ちょっとこれ命令だ。あでも回復いけるか。で攻撃、ミネは防御。ナイスナイス防御防御効いた。よかったよかった。ちょっと危なかったね。で自分がもうあんまり MP 多分使わないから、回復は自分でやっちゃおう。でこれ向こうかな。おるな。ちょっとこっから、いやでもな、命令させとくか。とりあえず攻撃で。うんうんうん、まあまあまあ、前2人が受ける分だったら防御かなり高いから全然大丈夫。よしナイス。アリーナだけ回復させとくか。これベホイミかな。オッケー。でどっちだ。あーそこにあるね。うわー死神がマジで強いから、まあまず攻撃かな。うん、まどろみの剣めんどくさいけどよかった。やめろ。よしよしよし、マホトラナイス会心。いやこのガスめんどくさいな。アリーナ結構食らうね。ナイスナイスナイス。さあレベル上がる。
アリーナ29。結構上がってきたよ。ここ、ベホイミクリフト。さあ、だいぶ MP 節約してきてるから、これは、もうちょっと節約する？メタパニバッタだけだったらありがたい。ナイス。かわされた。かわされた。マジか、混乱した。ナイス会心。混乱きついね。混乱はマジでやめてほしい。あ、ここだな。うわー、来た来た来た。これは、来てしまったね。これ回復できない？最高。ここで回復できるのでか。めちゃくちゃでかい。よし、行こう。いやでもちょっと今回あれだな。ここまでにする？どうしようかな。もうちょっとだけ進むか。いや、ま、次回からでもいいかな。魔法の聖水も手に入れたし、次回エスターク倒すか。ちょっと今回きつい気がする。時間的に。ってことで、今回ここまでにして、でいいかな。いやでもちょっと時間余る気がすんだよな。やっぱもうちょっと進むか。で多分一回攻略してからもう一回。いやー、待て、ちょっと待て。あー、どうしようかな。よし、ザラキ聞くか。いや、バギマやめて。あ、聞いた。最強。最強だわ、やっぱり。わー、で、ガオンのこの経験値はでかいね。これはありがたい。もう宝箱取れるだけ取っとこう。どっちかミミックかな。お。素早さの種。あ、力の種。ありがたい。じゃあ、自分に使う、リーベに使う、オッケー。さあ、メダパにバッタか。まだありがたい。よし、ナイス。やっぱ、はぐれメタルの剣、強いな。ここかな？ん？合ってるか。なんか、合ってるっぽい。うわ、ちょっと待って。ああ、そうか。あいつら倒してからにするか。ダメージ床を。あれ？トラマナってない？トラマナがねえ、なんで？いや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 、ダメージ床乗り切るトラマナなんで持ってないんだ。うわ、マーニャしか使えねえか。うわ、マーニャだわ。マーニャ使わないといけないのか、これ。マーニャか。
じゃあちょっとマーニャ連れてくるわ。ってことでどの道、今回ここまでにします。はい、次回マーニャ連れてエスターク倒しに行くわ。はい、ってことで今回ここまでです。また次回です。お疲れ様でした。さよなら。